今回ねコーヒーポット買ってきたんですよ。こうやってあのナイトライダーのマグカップに、これはね100均で買ってきたやつ、まあ、この紙も100均で買ってきたんですけどね、こういうふうにセットして、このね粉のコーヒーをこう一杯入れるじゃないですか。それでね今日はねこれがねちょっと動画で見せたかったんですよ。それはですねもうこちらですよ。ぐるんとコーヒーポットね、今まさに沸いております。これをですね、もうなんかコーヒーショップみたいでしょ、これをここにカーッとね混ぜながらカフェのマスターみたいになった気持ちです。もうこの辺からコーヒーが楽しいですよね。はい、ちょうど入りましたね。で今までねこれでやってたんですよ。これでこのお茶のやつでこの中の網を抜いて、するとね沸騰した時にこれ持つとね熱いんですよ、とっても。でできないからやっぱこれがいいですね。これが熱くなくてで、こうやって離れてるし、なんかこうクーッとねカフェに行くとコーヒー缶とか行くとこうじゃないですか。これなんでこうなってるのかわかんないですけどね、まあ、こういう風に喋ってるうちに入りました。あとはねこの、あらすいません、こうやってさっとね使った直後だったらこうやってさっと水でさらすだけで大丈夫ということでございます。いやーこのコーヒー、まあ、コーヒーはねあのスーパーで買ってきたやつですけどね、なんかいいコーヒーあったら教えてください。あの私は濃いの買いましたけどね、なんか 400g ぐらい入ってなんか5、600円みたいなやつ。いただきます。まあ、香りがね大して良くないです。大して良くないの、なんかまあいいや。うん、熱い、もう一杯。うんね、今回はだからこれを買ったんで嬉しげに使ってみました。これね、うん、コーヒーポットっていうんですかねこれね、あのドクタースランプあられちゃんのあかねちゃんの家がこういう風な喫茶店でしたね、確かね。知らない。知らない。ドラゴンボールの前に連載してたやつですよ。テレビもやってましたけど、あかねちゃん知らないよね。あかねちゃんドクタースランプあられちゃんね、知らないよな。はい、でいってらっしゃい。